はじめまして、ことと申します。なあ、やっぱりまだ調子が悪いようだな。起動したばかりで頭がぼーっとしています。機械じゃないんだから起動とか言わないでくれよ。ではこのチャンネルを始めたいきさつと話してください。あ、そうだな。私は数年前に長年勤めていた会社を退職しました。自分がやってみたい仕事があったからなんですが、それがあまりお金になるものではなかったので、生活のためにインターネットを使った在宅ワークをやろうと思いました。といっても元々がサラリーマンで知識不足だったんで、1年間マルチメディア関連の勉強をすることにしました。その時に以前から興味があった CG ソフトにのめり込んでしまいまして、さらにもう一年勉強を続けることにしました。2年間の勉強である程度のコンテンツを作れるようになったので、それを公開してみることにしました。素人 CG なんでクオリティが低くて更新頻度も偉く遅いと思いますが、細々とやっていきますので、よかったら見てください。博士、質問してもいいですか？なんだね。どうして顔がドット絵なんですか？ここかよ。私はドット絵が好きなんだ。というか、その博士っていうのをやめてくれないかな。では、何と呼べばいいのですか？そうだな。じゃあ、音玉って。それはどういう意味ですか？私が子供の頃、よく見ていたアニメのアクション大魔王で、娘のアクリちゃんが父親のことをそう呼んでいたんだ。ちなみに、これがアクション大魔王だよ。ドット絵が得意って言ってませんでしたっけ？好きだとは言ったが、得意だとは言っていない。では、おたま、舞台設定を聞かせてください。お前はこの異世界で暮らしていて、年齢は14歳。の設定だ。私はお前の父親だが、現実世界にいて、このパソコンを通じて会話してるんだ。あれや？この子は何という名前なんですか？え、この家に猫なんかいたっけ？そうだな、黒猫だから、ジジ。ジジは有名なアニメキャラなので、まずくないですか？そうかな。ジジがダメなら、ババ。ババ変かい。では、おたたま、最初のキャラクターコンセプトを教えてください。なんだよそれ。自分がどういうキャラか分かってないとちゃんと演じられません。そうだな。ドリ、妹キャラ。変態。なんでだよ。 YouTuber というのは何をするのですか？いろいろだけど、商品の紹介とか、何かやってみた動画とか、お料理、メイク、ゲーム実況なんかかな。ポズ様はどんな YouTuber を見てるんですか？以前はヒカキンさんやはじめしゃしょーさんなんか見てたけど、ここ2年は勉強が忙しくてほとんど見てないな。でも猫天さんっていう人の動画は好きで、このコンテンツの参考にさせてもらっているんだ。私も他の YouTuber を見ておいた方がいいですね。そうしてくれるかな。終わりは何と言えばいいのですか？え、別にただバイバイでもいいし、まあ丁寧にやるんならご視聴ありがとうございましたかな。ただ言うだけでいいんですか？最後に何かしたいんだったらじゃんけんでもすればいいと思うけど。おとたまとですか？私とじゃんけんしてどうするんだよ。カメラに向かってじゃんけんするんだよ。え、カメラとじゃんけんするんですか？そんなわけないだろ。カメラを通して動画を見てくださってる方とじゃんけんするんだよ。あ、そういうことですか。それではご視聴ありがとうございました。何か。あ、いいです。